行くぞ。せいでや。僕の番か。はっ。こんなところかしら。負けられない。僕の番か。シス。任せて。そこ。よし。えい、でや。私の番ですね。そこ。任せて。さてと。よし。僕の番か。シュシュ。行くぞ。やっはっ。これが俺たちの力だ。僕の番か。シュシュ、つい。任せてくれ。やっと。私の番ですね。はっ。任せて。やっ。さてと。シュシュ。夢は見られたか。ちゃんとゲートを開けてくれたみたいだな。やれやれ、やっと着いたか。ここから先が警察学校でいい。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。Thank you.
まあ迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。ダメだ、どうもさっきの男が気になる。強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えない。なんだったら二手に分かれる。このまま警察学校に行く組とクロスベル市に戻る組か。それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため捜査一課には連絡しておこう。エマさん、先ほどはどうも。バーニング捜査官、どうしました？先ほどの件について進展が？いえ、それとは別、実は赤毛で赤眼の異常部。年齢は40代くらいですか？車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。わかりました。こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を果たしてくる。はい、お願い。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃ、ゲートをくぐろうか。ええ、行きます。了解しました。ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど、かなり奥深い場所にある。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないの。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援家のスタイルだと諦めてもらうしかないな。しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。てっきり都会っ子らしく根を上げちゃうかと思ったのに。ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクでね。そろそろリーダーにおぶってもらうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。よし、一気に行くぞ。やれやれ、行きます。そこ、この調子で行きましょう。俺の番だね。やっほ。よし、はっ、私の番ね。やっ、行くぞ。せっほ。行きます。そこ、待たせて。やっ、よし、よし、えいっと、ひろは、いきます。やあ、先生、はっ、えい、そこ、よかった。
陸王。先生、せい。行くぞ。せい、はい。よーし、そこ。立てて、やっ。やれやれ。俺の番だな。やっ、やっ。まだまだいける。一気に落とすよ。任せてくれ。えいっ。さてと、今だ。レンタル。何かしら、あれ。崖の下にザイルが伸びているみたいだけど。ああ、あれはサバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。サバイバル訓練。この下は樹海になっていて、視界も悪く獣道しかありません。そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を過ごすんです。私には無理そうね。僕もさすがにヴィンテージもののワインと洒落たオードブルが出るなら考えてもいいけどさ。ま、せいぜいチーズ味の乾燥したレーションくらいだな。俺も捜査官試験のためにサバイバル訓練を受けたと。正直かなりきつい訓練だったよ。ランディ先輩、ここで訓練をやってるんでしょうか。そうか、可能性はあるかもしれないな。他の演習場でやってる可能性もあるけど。確か彼、操られた警備隊員のリハビリに付き合ってるんだっけ。ええ、新しい警備隊司令の要請でね。早く訓練が終わって戻ってくれるといいんだけど。ああ、そう。僕の番か。シュシュッ。アディオス、いい夢を。エイト、やっやっ。僕の番か。ギュギュッ。はっ。よし、せっ。よし、はっ。立てて、そこ。
さてと。出世。任せてくれ。ついでや。私の番ね。やっ。俺の番だね。せい。やれやれ。私の番じゃ。ごめんなさい。先に行くわね。行くよ先生。任せてくれ。やっはっはい。はっ、はっ、私の番ね。やっさてと。先生任せてくれ。えいっと。私の番ですね。やあ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 。さてと。そこ。さてと。よし。よし、やっ。これがみんなの力ですね。せいはっ。敵先生、気をつけてください。私の手。よっ。やれやれ。行くぞ。えいっと。よは。よは。あ。さてそこ。みんな怪我はない？一気に落とすよ。了解。任せてくれ。よっ。さてと。出世。よし。は。私の番ね。そこ。まいったな。よし。それ。ラッツ。僕の番か。それ。任せてくれ。やっ。やっ。
先生。行くぞ。エニグマ、駆動。やっ。フラッツ。がっ。さてて、ヘッ。こんなところかしら。先生、俺の番だね。えいは。悪いな、先に行かせてもらうよ。
さてと、とっとと面かるか。しつこいな。行くよ、今僕の番か。任せて。参ったな。すまないみんな。よし、えいっ、よし、はっ、私の番ね。そこ、やれやれ、キュキュ、俺の番だな。えいっと、よかった。セイト奇襲成功、チャンスです。いいね。そこ、やれやれ、先生。よし、行くぞ。せいや、えい、やっ、さてと、先生。なんだ、その程度かい。行きます。
よし、えいっ、やっ、よし、そこ、やれやれ、それ、さっき、そこ、やれやれ、シュシュ、出直してきなよ。行くよ。よし。行きます。そこ。僕の番か。先生、それ。任せてくれ。よし、よし、もう大丈夫だ。レイト。奇襲成功、チャンスです。いいね。行くよ。先生、チャンスだ。えいっと。よし。やあ。そこ。さてと。先生。なんだ。その程度かい？成功！奇襲成功！チャンスです！いいね！僕の番か。シュシュ！はい！よし！行くよ。先生、せい。俺の番だな。せい。はい。やろう。この調子で行きましょう。
奇襲成功、チャンスである。行くぞ、セット。行くよ、チュシュ。行きます。そこ、私の番ね。よかった。Thank you.
僕の番か。シュシュ、はっ、任せて。やっ、よし、やっと私の番ですね。やれやれ、先生、せい、よし、せい、と、あたしの番、えい、やっ、ひろは、悪いな、先に行かせてもらうよ。さてと、ここが警察学校の建物だ。やっと到着か。さすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね。課長はどこにいるのかしら。とりあえず正面の入り口が警察学校の中に入ってみます。ああ、一気に落とすよ。へっ、やれやれ、シュシュ、俺の番だな。えいっ、や、悪いな、先に行かせてもらうよ。えいっ、奇襲成功、チャンスです。言うなよ。僕の番か。シュシュ、せい、任せてくれ。えい、はっ、今だ。全火力集中してください。やれやれ、先生、せい、俺の番だな。えいっ、そう、よし、上出来だ。さすがですね。やっと消えがったか。ロイド君、ノエル総長、しばらくぶりだね。ただいま到着しました。保安事務長、ご無沙汰しています。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。ロイド君は卒業以来だから10ヶ月ぶりになった。いや、しばらく見ないうちに
すっかり立派。察するに警察学校の責任者といったところかな。周辺施設の管理全般を担当されている保安事務長だ。いやいや、そんな。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは。ええ、そう。あの、セルゲイ課長。結局どん。なんだ、いろいろヒントはあったはずだが、まだまだひよっこってとこ。待って、いろいろなヒント、この場所に俺たちを呼ぶ意味、もしかして。捜査官資格はすでにお前が持ってるだ。特務支援課の性質上、答えは交通基本法の子。そうか、交通基本。正解だ。それ。この度特務支援課に動力者が支給されることになった。これを機に交通法のイロハを頭に叩き込んでもらうぞ。以上が動力者を扱う上で最低限覚えておく交通基本法だ。な、やれやれ、こんなところで授業が待っているとはね。でも思ったよりも簡単なルールしかないんですね。この先動力者が増えてきたら、これだけでも対処できなさそうな気がするんですが。そいつは今後の課題だな。自家用動力者が普及し始めてからまだ10年と経っていない。いずれより厳密なルールが求められることになるだろう。今だと役所に申請すれば簡単に運転免許が交付されるわけですけど、確か試験制度の導入も検討されているんですよね。そうなった場合は各種講習に実技試験も入ってくるだろう。とりあえず今日のところは基本のルールを叩き込んでおけ。実際の運転はノエル、お前にやってもらおう。はい。そうか、ノエルは当然動力車を運転でき、警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。へえ、そうなんだ。入隊して以来指令に叩き。よし、それじゃあ早速お前らに動力車を支給する。外に用意してやるからついてこい。課長も人が悪いわね。しかし動力者か、僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト社のどちらかになるんだっけ。自家用動力車といえばその2大メーカーしかないからね。でベルヌ社の方が老舗でラインナップも豊富なの。小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし、ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。ええ、どちらかというと頑丈で高級なものが多いですね。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。いきなりで実感がなかったけど、ちょっとよし、見に行ってみよう。これが特務支援課に支給される動力者。
へえ、悪くないデザインだね。これってベルナにもラインフォルトにも見えないデザインなんですけど。正解だ。こいつの型番は XD78 リベール製ザイス中央工房の新型だ。ZCF か。動力車を開発していたんですか。そんなに驚くことなのね。ええ、リベールは国土が険しいこともあって動力車が普及していないの。その代わり ZCF は世界最高の飛行船メーカーとして知られているんだけど、その ZCF が動力車を開発したなんて。スペックは、最高時速はどのくらいですか。どうどう落ち着け。何でも飛行船用の新型エンジンの小型版が搭載されているらしい。最高時速にしたら1500セルジュは硬いらしいぞ。すごいです。鉄道以上の速さですか。でもよくこんな車を手配することができましたね。まだ正式に発売もされていない新型。ああ、本当ならお前らに支給されるはずがない代物だ。こいつを融通してくれたのはディーター新市長でな。ディーター市長が？確かにおじさまなら ZCF との付き合いもあるからな。はあ、さすがは天下の ITC 総裁ですね。ここまで用意がいいと逆に警戒しちゃうけどね。まあその分働いて返せってことだろう。荷が重いんだったら辞退することもできるぞ。その場合、警察で採用されているベルン社の汎用車を回してやる。いえ、ありがたく使わせてもらいます。もう動かせるんですか。整備と試運転は済んでいる。ほら、こいつがキーだ。なんだか。そうね、一家の人たちを羨ましがってたのが懐かしいわ。それじゃあ早速、ひとっ走りしてみるかい。ああ、せっかくだからこれでクロスベル市に戻ろう。ノエル、運転をお願いできるか。ええ、お任せください。そんじゃ俺も便乗させてもらうとするか。どうしますか。どこに行きますか。座り心地もいいし、内装のデザインも悪くない。なかなか気に入ったよ。確かにいい。それにこの広さだったら8人くらいは十分乗れそうだ。ティオちゃんとランディが戻ってきても大丈夫そうね。ま、とにかく発進してみ。車の良し悪しってのは転がしてみてなんぼだ。これはすごいな。え、スピードが出ているのにすごく安定しているし、エンジン音もとっても静かだわ。それでいて心地よい振動が感じられ。さすがは天下の ZCF だな。俺も個人的に1台乗り回したいくらいだぞ。ああ、警備隊の装甲車もお気に入りなんですけど、浮気しちゃいそうでなんだか後ろめたいです。そんなものなんだ。カーマニアならではの感性みたいだね。ランディ、あなたね、丸5日のサバイバル訓練明けなのになんでそんなに平気なのよ。正直クタクタさ。
一緒にシャワーを浴びて同じベッドで眠りたいくらいだぜ。もうバカなことばかり言って。それにしても見たことのない車だったわね。警察に導入されたベルヌシャータニの新型かしら。いや、ZCF 製みたいだ。まさかあんな高そうな車が支援課に支給されるとはな。 ZCF って動力車は作ってないはずだけど。それにどうしてあなたの課に支給されたなんてわかるの？いや、ロイドとお嬢が車内に座っていたからさ。課長と新人たちも乗ってたし、多分うちに支給されたんだ。よくあんな遠くの車内まで確認できるわね。ZCF 製っていうのも車体に書かれていたから。ああ、ボディの脇にエンブレムが刻まれてたぜ。いやこりゃ帰るのが楽しみになってきたな。ねえランディ、やっぱりこのまま警備隊に戻ってこない？え？だってあなたの能力はどう考えても軍隊向きだし、それにライフルだって今回の訓練ではちゃんと模擬弾を使った演習だからな。実戦じゃ使い物にならねえのはお前も知ってるだろ。でもま、ピンチになったらいつでも駆けつけてやるからよ。リハビリ訓練の仕上げといこうぜ。分かってる。遅い。いつまでグズグズしている。あと10分で全員登ってこないともう半日延長するわよ。イエスマム。もうヘビは嫌だ。ダラダラするな。迅速かつ安全に登れ。やれ、鬼上官だね。うるさいバカランディ。赤眼、赤毛の異常。ええ、すでに一課には連絡し、ま、何者かは知らないけど、どう考えても普通じゃないよね。あんな異常な戦闘力を隠そうともしてないんだから。問題はそこだな。テロリストや両兵だった場合、自分の戦闘力は隠すはずだ。いくらクロスベルに連中を直接取り締まれる法律がなくても。ですよね。兵ゆえや帝国政府も不穏な動きを見せていますし、ルバーチ消滅後の揺れ戻しが水面下で始まったみたいですね。水面下というにはちょっと露骨すぎるみたいだ。今月末には通商会議もある。ええ、心得ています。とりあえずあの男の素性は確か。そうね。どこに滞在しているのかしら。駐車スペースの増設工事、予算は一応警察本部から分導。へえ、あれだけのスペースがあれば整備とかも。動力者のある生活か、なかなか潤った。キーヤが飛び上がって喜ぶ。うわー、何これ、綺麗な車。やあ、リュウにアンディ。そんなわけない。でも一応支援課で使えることになったんだ。本当ですか、兄ちゃんたち。いつの間にそんな出世したんだよ。いや、別に出世したわけじゃないんだけど。そういえば今日はキーヤと一緒じゃないのか。ひょっとしてモモちゃんと一緒かしら。いや、わかんねえけど、日曜学校から一緒に戻ってきたわけじゃね。え、そうな。キーヤちゃん、
マーブル先生に用事があるって残ったんです。ひょっとしたらまだ大聖堂にいるのか。そうなのか。どうしたのかしら。やれやれ、相変わらず過保護だね。よっぽどキーヤちゃんが可愛くて仕方ないんですね。いや、そんなことはないと思う。ええ、保護者として常識の範囲よ。そんなに心配なら大聖堂に迎えに行ったらどうだ。せっかく足もあることだしな。あ、それもそうですね。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安いご用です。リュウ、おじさんに早く帰ってこいって言われてたんじゃないの？そうだった。今日は珍しく姉ちゃんが帰ってるんだよな。なったら早く帰ってやらなくっちゃな。また今度二人とも乗せるからさ。絶対だからな。それじゃあ僕たちこれで失礼します。気をつけて帰ってね。よし、そんじゃとっとと行ってこい。俺は一足先に戻るからな。はい。それでは行ってきます。それじゃあここからだと中央広場から歓楽街方面に抜けますね。わかった、お願いするよ。キーヤがあの子、やれやれ、ほんと親バカだな。さてと、キヤはまっ…とにかく、日曜学校の教室に行ってみましょ。やれやれ、まさか教科…ワジ君って、礼拝とか全然行ってなさそうだもんね。別にエイドスは嫌いじゃないけど、昔から教会の空気は苦手でね。宗教がかった不良グループを率いてたくせに、よく言うな。よく喧嘩で、聖戦とか言ってなかったかしら。あれはどちらかというとアッパスの趣味なんだけど。あの、え、あら、突然すみません。クロスベル大聖堂というのはこちらでよろしいのでしょうか。ああ、はい、そうですけど。
事情があって赴任を。ええ、いずれエリーさんには詳しいことをお話しします。クロスベルの状況についてお聞きしたいこともありますし。わかりました。何でもないわ。着任の挨拶があるので私はこれで失礼します。そういえば皆さんも大聖堂へ。よ、知り合いの子を迎えに来たんです。多分日曜学校の教室にいると思うんですけど。そうですか。それではまた。何か独特の雰囲気を持ったシスターさんだったな。すごく落ち着いていたけど、俺たちよりも年上なのか。私の一つ上だったから19歳のはずよ。アルテリアに滞在していた時にたまたま知り合っていろいろと美味しいお店に連れて行ってくれたわ。美味しいお店ですか？ええ、ああ見えて食べることが大好きな人なの。クロスベルに来たんだったらいい店を紹介しなくちゃさぞかし紹介しがいがありそうですね。おわじ、どうした？じっと見つめたりして。いや、面白い気配をまとったお姉さんだと思ってね。あ、面白い気配？確かにシスターだけあって清らかな感じはしたけど。いや、どちらかというとただものじゃない雰囲気が。どうやら誰かさんは何か知っているみたいだけど。何のことかしら。そろそろ日が暮れる。早くキーヤを迎えに行こう。そうね。マジか、鋭すぎるわ。公式というのは
はあくまで正解を導き出すための、時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。あ、日曜学校の年長クラスの授業よね。キーヤちゃんすごい。あの問題、私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解放じゃないか。ああ、さすがはうちのキーヤだよな。そうね、キーヤちゃんならあのくらじゃなくって。やれやれ、少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わるのを待ちましょう。確かに喜んでもらえそうだね。ん？どうしたの？キーヤ、聞いて驚け。何を隠そう、この車は俺たちが乗ってきたんだよ。本当？宝くじが当たったの？それとも株で儲けたとか？キーヤ、いつの間にそんな知識を。まあ、クロスベルにいれば行くことも多いでしょうし。キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給された。だから正確には私たちのものじゃないわ。へー、そうなんだ。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか。
キーヤちゃん、わかってるみたいだね。早速乗ってみる？うん、乗りたい。ああ、せっかくだから別のルートで帰らないか。僕としては港湾区を通って東通りに抜けてみたいかな。あら、よし、ノエル。え、それじゃあ。広い市内も車を使えばあっという間か。なかなか悪く楽しかった。同じ街なのに違った感じに見えた。確かにそうね。まるで街明かりの中を泳いでいるみたいな気分だったわ。これからは遠出するときはこれに頼ることになりそう。ええ、耐久性も高そうですし、いろいろな場所に行けそうですね。おじさまには感謝し。そうだな、そろそろ戻ってくると。もっ、おっと、ちょうど戻ってきて。ただいま帰りました。いや、もう問題ない。ソーラ、とっととそこの端末を起動し。え、警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとキーヤもこっちに来い。何かあるみたいだ。はあ、ティオちゃん。ああ、ティオだ。こんばんは。どうも、お久しぶりです。ティオ、一体どうして、ひょっとしてクロスベルに帰ってきているのか？まだレマンジチ州のエプスタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのは少し遅くなりそうなので、わがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。ティオちゃん、顔を見られて嬉しいわ。あら、でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなぎ。はい、本来なら有線でつながないと膨大な情報量を処理できません。まあ、強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に10機ほど設置されているんですが、それで一応映像と音声もこうして送れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、遅くなるって言ってたけど、いつ帰ってくるの？月末か、来月の初めにはそちらに戻れると思います。仕事を始めてもらってるんだ。ティオちゃん、お久しぶり。いや、お邪魔させてもらってるよ。お二人ともお久しぶりです。それにしてもノエルさんが出航してきたのは納得ですが、ハジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。僕もそう思うよ。もう笑い事じゃないでしょ。まあ当面はなんとかこのメンツでやっていくよ。だけどティオ、早く戻ってきて。ティオちゃんがいないと
本当の支援家じゃないものね。では早めに戻れるよう私の方も頑張ってみます。本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど、徹夜続きだったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか、あいつも頑張ってるみたいだな。ま、財団に与えた損害を取り戻しているらしいからな。あんまり無理をしないように気を配ってあげて。もちろんティオちゃんも無理はしないようにね。はい、わかりました。あ、はあ、あ、すみません、そろそろ時間みたいです。無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか、もっと話していたいのに残念ね。また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたらまた連絡してくれ。了解しました。じゃあな、ティオ、体には気をつけてくれ。よかったらまた連絡してちょうだい。ティオちゃん、元気でね。アディオス、良い夜を。またね、ティオ。ええ、それではまた。おやすみなさい。消えちゃった。ああ、なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけどね。そうだ課長、遅くなってすみませんでした。ま、いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうとして、晩飯はどうなってるんだ。そうだ、そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援課って食事が当番制なんですよ。なんだ、そう。ちょっと、和事も支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし、苦手だったら教えるからさ。それは嬉しいけど、僕そこそこ料理はできるよ。面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多かったけど。えい、だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところは。それじゃあ手っ取り早く作れるものがよさ。キーヤも手伝う。やれやれ、一服しながら待つとするか。今日は雨か。そういえば雑誌の週刊予報に書いてあったような。キーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。 DG 教団の巫女、500年前の時代の教団の残党がいなくなって、危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守るためにも。
どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力者が支給されたから一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが、まあドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。うん。ところで昨日私たちが街道で遭遇した人については、うん、一家でもまだ確認できていないようだ。サウといい、レクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。ええ、昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。落ち着いているけど得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気が。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか傭兵、どちらも考えられそうだけど。うん。となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだ。確かにそういう意味では訪ねて。ま、せいぜい頑張っ。ただお前たちがあくまで支援家だって包丁方面に気を張りすぎてると本来の役割を見失うぞ。わ、とりあえず端末で支援。ええ、はい、こちら。それではさすが皆さんです。さすが皆さんです。はい、 おめでとうございます。ランクアップしました。特典の品もすぐに。お疲れ様でした。出ている緊急要請はすべこの程度の数だったら一通り片付けても。財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれん。ももちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では緊急要請を片付けながら旧市街の交換屋を訪ねるんですね。まあまあ。
Thank you.